はい、C24 ご覧の皆さん、ゾロです。今回この4週目ラストというわけでね、お題も今回はパワフルなやつが来ています。それでは読ませていただきます。ドゥン。10月17日、渋谷オーウェストワンマンに向けて、はい、ついに来たわけです。渋谷オーウェストワンマン。このワンマンに向けて、スーパー熱い思いを語ってもらいたいと思うわけですが、じゃあもう、行きましょう。最後は締めましょう。ゆうやさん、お願いします。やっぱり、この日に向けて、今から、すごい、いろいろな、準備もしていて、気合も入っていて、マジで、熱いライブになると思うんで、ぜひ、来てくれれば、最高です。以上です。何じゃあ、たつひくん、お願いします。10月17日、渋谷オーウェスト、はい、すごい頑張ります、僕は、みんなに元気を与えたら、僕は嬉しいです。はい、ぜひとも、みんな来てください。頑張ります。イエーイ。じゃあじゃあ、ギターのタイちゃん、お願いします。はい、ゾロ3回目のワンマンをオーウェストでやらせてもらうということで、メンバー全員気合入ってるんで、ぜひ来てくれるお客さんも気合入れて、アルバム聴いて来てほしいです。頑張ります。イエーイ。そして、僕ですが、本当に渋谷オーウェスト、この会場、この会場、すみません、ちょっとさっきのは見つけてください。この会場に向けてね、本気で超頑張っているので、このね、日のワンマンを大成功させたいと思うのでね、ぜひ皆さん、一緒に楽しめたらいいなと思います。そしてね、二つ目の話題、お題ね、6月15日、高田馬場エリアで開催したワンマンを振り返りつつ、アルバム発売後、初のワンマンとなるイベントをどのような空間にして行きたいかなど、述べよう。はい。じゃあ、一言で締めますか。じゃあ、ゆうやくん、大きな声で、ちょっと目の前にですね、言っていただきたいと思います。どうぞ、一言お願いします。はい。曲が増えるってことは、世界観も増えるんで、それなりに、世界観も広がりつつのライブになると思うんで、はい、期待してください。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ベースの達也くん、ちょっと天使な声でお願いします。はい、6月15日ワンマンは、すごい楽しかったです。アルバム発売後初のワンマン、みんなが元気になるように本当にそういう空間を作っていきたいと思うので、ぜひともゾロの音楽を、はい、楽しんでください。はい、ありがとうございました。じゃあ大ちゃん、お願いします。ちょっと参りよっか。まあ、ワンマンエリアで終わったわけですが、まあ、それから、ね、ストップしちゃいけないんで、このアルバムの曲の世界観を頑張ってこれからもライブで出していこうと思います。以上。はい、本当にエリアワンマン頃ワンマンなので、アルバムを発売した後なので、このコスモの鮮烈ミュージックの曲をたくさんウエストで作れたらいいなと思います。新しいワンマンにしたいです。これしか言いたいことがありません。以上です。今回は4週連続でまた出させてもらって本当にありがとうございました。それではまたいつか手合う日まで、バイバイ。